1931年、天津の日本疎開にいた溥儀は、関東軍に迎えられ、満州へ行きます。天津に残った皇后の栄耀も脱出させなければなりません。この任務を命ぜられたのが、よし子で。彼女がどんな方法で栄耀を脱出させたかは不明ですが、後に彼女をモデルにした小説「断層の霊人」では、遠洋は自動車のトランクに身を潜めて脱出したと書かれています。続いて1932年1月、第一次上海事件が起こると、関東軍は世界の目が上海に向けられている隙に満州を独立させようと画策します。第一次上海事変のきっかけは、1932年1月28日、布教中の日蓮宗僧侶が中国人暴徒に襲われ、一人が死亡、二人が重傷を負ったことから始まり、報復措置として在留邦人が抗日運動の拠点だった三遊実業社というタオル工場に放火し、駆けつけた中国人警官と乱闘となり、警官二人を殺害、日本側も一人射殺されました。その後、日中両軍は大規模な戦闘状態に入るのです。上海事変は関東軍の謀略で、その真相は戦後になって田中隆吉が自ら公表しました。日本人僧侶襲撃以降の脚本を書いたのが田中隆吉で、よし子は女優としてその脚本を見事に演じました。彼女は関東軍から渡された軍資金2万円を使って反日中国人を扇動し、僧侶を襲わせたのです。その後、よし子は御所にある砲台の大砲の数を調べたり、孫文の長男孫家とダンスホールで接触し、蒋介石の動きを聞き出して田中に流したりしていたのです。その後、孫家は蒋介石から情報の漏洩を追及され、よし子の手引きで関東に逃げています。田中隆吉とはよほど要領のいい男だったのか、あるいは罪状を洗いざらい証言することと引き換えに罪を逃れようとしたのか。ともかく戦犯としての起訴を免れたばかりか、検事側の証人にさえなりました。東京裁判が終わり、安全になってから初めて彼はこれを公表したのです。よし子がスパイとして活動した期間は意外と短く、1931年から2年間ほどでした。彼女のスパイ活動を支えたのは、関東軍からの軍資金以外では、明晰な頭脳、抜群の語学力、知的な雰囲気作り、新王朝の王女であるという地位などだったでしょう。一部では、よし子は関東軍に利用尽くされた挙句見捨てられたという意見がありますが、これは一面は正しく、また別の面では間違いです。少なくとも満州国建国あたりまでは関東軍とよし子の利害は一致していて、関東軍はもちろんよし子を利用したし、よし子はよし子で、新王朝再興のため関東軍を利用していたのです。とはいえ、関東軍とよし子では悪い意味で、やはり役者が違ったのです。関東軍の計画通り、1932年3月には満州国が建国され、溥儀は摂政に就任し、川島なにわとよし子の夢は
実現したかに見えました。しかし満州国の詳細を知った川島なにわは失望し、このように述べています。ついに共和国なる名分のもとに満州国の出現を見たりとして、王道政治とはほど遠い満州国に不満を述べ、我出先軍部が満州国に対して実行せるごとき極端なる老断的干渉を緩和し、彼ら国家の対面を既存し、個人のメンツを蹂躙し、誤解と悪感を弱気せしめるような行為を廃止せよと説いている。さらに上坂冬子はこう述べています。養女川島よし子は軍部の指示に従って服役のために身をすり減らし、養父はこれは服役にあらずとして拙者喚していたが、いずれにせよ父も娘ももはや時代の主流からは外れていた。申すまでもなく、関東軍が席を切ったように活動を開始していたのである。この頃よし子はスパイとはいえ、なぜかかなりの知名度がありましたが、彼女の人気を決定的なものにしたのが映画満蒙建国の黎明であり、作家の村松松風がよし子をモデルに書いて当時ベストセラーになった小説断層の霊人です。この小説は水谷八重子が扮し舞台劇にもなりました。それは関東軍には予想外の出来事でした。関東軍が必要としたのは、愛新覚羅家の王女が関東軍に協力している事実だけだったのです。なぜならそれらは関東軍にとって満州国の建国を正当化するプロパガンダとしての最高の材料になるからです。よし子の知名度が高まるのと同時に、逆に田中との関係も冷えてきたようで、二人は口論することもしばしばあるし、よし子は田中に軍の機密を漏洩すると脅かすような言動さえ取るようになりました。振り回された田中はよし子と別れることを決め、板垣清志郎に頼んで彼女を満州国宮廷の旅館長にしますが、よし子はこれを嫌って1ヶ月で上海に舞い戻り、頭を抱えた田中は次によし子を法廷にいた多田早尾大佐の配下にしてしまいます。しかしそれでも田中は彼女に君のことが忘れられないなどと手紙を送ったりするのです。1933年、よし子は軍服に身を固め、暗黒軍総司令官という肩書きで熱火作戦に従軍しました。熱火作戦は満州国を建国した関東軍がその領土を熱火省まで拡張しようとした作戦で、関東軍の計画は成功したものの、日本は国際的にさらに孤立することとなるのです。関東軍の PR も功を奏し、日本の新聞は軍服を着て馬を飼育させる彼女の写真を競って掲載し、東洋のジャンヌダルクともてはやしました。しかし総司令官といってもよし子に作戦能力や兵士への統率力、指揮能力などは
あろうはずもなく、名目上の司令官に過ぎなかったというのは言うまでもありません。この辺りが関東軍内におけるよし子の最後の輝きだったのでしょう。これらの新聞記事をはじめとするマスコミの過熱ぶりをよし子自身は、僕が働いた以上の何十倍かの宣伝が行われているので、全く、おまゆい次第だ、と話しましたが、おまゆいどころか、これらのマスコミの加熱が、後に、よし子の墓穴を掘ることになるのです。やがて、関東軍にとって、よし子は、持て余し者になっていました。よし子は、あまりにも有名になり、人気が一人歩きしすぎたのです。そこまでは田中をはじめ関東軍のシナリオにはないことでした。誰にでも多かれ少なかれそういう傾向はあると思いますが、よし子という人は順風を得て波に乗れば実力以上の仕事をするが、一旦逆風が吹くとどうすることもできなくなるところがあったのでしょう。孤立感を深めたよし子は、田中以外にも、あの男はこの女とできているとか、具体名を挙げて誹謗するとか、あることないことを言って回ったようで、このため一時的ではありますが、関東軍から暗殺の指示も出たほどです。この指示を出したのはよし子の上官ただ早尾で、命ぜられたのは部下の山家徹でした。山家はよし子が松本にいた頃、松本連隊にいた人で、当時よし子は山家に恋心を抱いていたのです。その山家にこんな命令が下るのも皮肉なことです。しかし命令を受けたものの、山家はよし子を殺すには忍びなく、忠を説得し、国外退去という形でよし子を日本に帰国させました。